BMW は9月30日新型4シリーズカブリオレ BMW 4シリーズキャブリオレットを欧州で発表した。新型4シリーズクーペのオープン版となる。新型のデザインはダイナミックへ伸びやかなプロポーションと低いシルエットを備えている。表現力豊かなフロントエンドには新型4シリーズクーペと同じく縦長デザインのキドニーグリルが装着された。これは BMW ブランドの過去の伝説的なスポーツカーをモチーフとしながらパワートレインの冷却性能の向上を狙ったものだ。縦長グリルはフロントバンパーの下端まで伸びている。開口部にはメッシュグリルが採用された。中央に直立するように配置されたキドニーグリルは BMW 328や BMW 3.0cc など往年の BMW の伝説的なモデルのデザイン的特徴を取り込み現代的な方法で再解釈したものだという。スリムなフル LED ヘッドライトが標準で BMW レーザーライトがオプションで選択できる。 BMW レーザーライトは BMW セレクティブビーム幻惑防止ハイビームアシスタント付きアダプティブ LED ヘッドライトだ。このヘッドライトは外側と内側の両方の光源をロービームとハイビームに使用する。市街地走行や自動車専用道路の走行に最適な可変式のコーナリングライトとアダプティブターニングライトが含まれている。 BMW レーザーライトは 60kmh 以上でハイビームの照射距離を最大 550m まで拡張し、さらに道路に沿って動的に照射範囲を変化させる。六角形のライトガイドがデイタイムランニングライトとして機能する。外側のデイタイムランニングライトはウインカーとしても機能する。 BMW 4シリーズカブリオレ新型では従来型の電動開閉式ハードトップではなく新開発の電動開閉式ソフトトップを採用する。パネルボーと呼ばれるソフトトップルーフは格納式ハードトップの長所とファブリックトップの長所を兼ね備えているという。ファブリックトップの滑らかな表面は優雅なアーチ状デザインだ。ルーフは従来型よりも 40% 軽量で静粛性や耐候性にも優れているという。ソフトトップの色はブラックが標準でオプションでアンスラサイトシルバーエフェクトが選択できる。オープン化に伴い新型4シリーズクーペに対して強化されたサイドスカート、補強材、フロントのアルミ製先端パネルなどを採用しボディ剛性を追求した。低重心、前後50:50の重量配分、最適化されたエアロダイナミクス性能、従来型よりもフロントで 28mm、リアで 18mm 広げられたトレッドも特徴になる。 BMW 4シリーズカブリオレ新型。インテリアはモダンでプレミアムな雰囲気とスポーティかつ洗練されたエレガンスの融合を目指した。コックピットのデザインはドライバー中心だ。前席の電動スポーツシートには自動的に伸縮するベルトフィーダーが備わる。アスカレザートリムとシートヒーター、レザースポーツステアリングホイールが標準だ。オプションでセンターコンソールにニーパッドを装備できる。あと席は2シーターとした。エレガントなデザインのダッシュボードには水平方向のラインが配されており、そのままドア部分にまで伸びるアウトラインと上質なマットクロームストリップによって幅の広さが強調されている。ダッシュボードとドアトリムパネル、高い位置にあるセンターコンソールをデザイン的にコーディネートしたことで包み込まれるような感覚を演出しているという。
トランク容量は、ルーフを閉じた状態で300リットルと従来型よりも80リットル増やした。ルーフを開けると、可変式ソフトトップコンパートメントにより、トランク容量は385リットルに拡大する。これは、従来型よりも15リットル多い容量だ。ストレージパッケージ、折りたたみ式リアバックレスト、スルーローディング機能も標準装備されている。オプションのウィンドデフレクターは、リアバックレストの後ろに収納できる。オプションのネックウォーマーは、フロントヘッドレストに組み込まれる。BMW 4シリーズ、カブリオレ、新型。3ゾーンのオートエアコンが標準で、ウェルカムライトカーペット付きのアンビエント照明、ハーマンカードン製サラウンドサウンドシステム、スマートフォンや BMW ディスプレイキーによってコントロールできる補助ヒーターシステムがオプションで選択できる。